淡路島、淡路島は、瀬戸内海東部に位置する当初。瀬戸内海では、最大面積の島で、人口は離島の中では最も多い約13万人。両政国の淡路国の主要国域を占める。近畿地方の兵庫県に属し、現在は、北から淡路市、洲本市、南淡路市の三市で区分される。北東から南西へかけて、 細長く伸びる淡路島は南北約5 3トル、東西約2 2トル、周囲約2 0 3キロメートルで、北部では幅5キロメートルから8キロメートルと細く、南部で幅が広がっている。シンガポール島とほぼ同じ面積を有し、日本国内では主要4島、エトルフ島、クナシリ島、沖縄本島、佐渡島、奄美大島、津島に次いで、 第十一位の面積を持ち、人口では、主要四島以外では、沖縄本島に次いで第約十三万人である。大阪湾、張り真灘、紀伊水道に四周を囲まれ、北端の松穂崎で、明石海峡に南東端の小石花で、北端海峡に南西端の戸崎で、鳴門海峡に望み、本州四国連絡道路の神戸、鳴門ルート,ルートで、本州、四国とつながっている。 北部と南部の淡路山地と中南部の淡路平野に分けられ、北東部と南部の山地急斜面は海岸まで迫る。また、周囲の主な続投には、北海峡の西画、島、紀伊水道のぬ島がある。前頭が、瀬戸内海式気候、年間平均気温約摂氏16度、年間降水量約1300ミ、mm、リメートルの区分に、 属するが、ゆずる破山地以南では南海型太平洋側気候の特徴も少し混じる。このため多くの農業用ため池があり、兵庫県内にある4万3千のため池の半数を超える2万3千が島内にある、近代以降もダム建設が行われてきたが、1999年、平成11年12月に、赤石海峡大橋に仮設された。 合計 450mm の2畳の水道管による本土導水が開始された。以下の分類は、土地分類図、地形分類図経済企画庁総合開発局昭和49年、1974年発行による。危機の日本列島の国海の神話では、淡路島は、イザナギの巫女とイザナミの巫女が日本列島中最初に創造した島であるという。 古事記では、淡路の穂の強別島、淡路の穂の沢家の島と書かれ、日本初期では、淡路スと書かれる。海人族とされる、安住の浜子によって水軍が形成され、初期の天皇家とのつながりは深いらしく、淡路宮や淡路からの皇后の記載も見られる。また、藩税天皇は、淡路島で生まれたとされる。古代から平安時代まで五色国、三血国として、皇室。 朝廷に煮えを貢いだとされる。演儀式によると、淡路国は春漁、節漁として、座高にえとして収めることが記載されている。神代より淡路国として存在したが、大阪の神で活躍した八須賀に与えられ、江戸時代は徳島藩の治療地となった。幕末の交互事変、稲田騒動により敵対。それが因因となり1876年に、 兵庫県に編入された。以来、近畿地方の一角として発展している。兵庫県は、地方自治法に基づく市長として、淡路島全域を管轄する淡路県民局を、洲本市に設置している。1965年、昭和40年以降、洲本市、津奈郡、三原郡の一市十町体制が続いていたが、市町村合併によって、2005年、 平成十七年一月十一日には、三原郡四町、緑町、三原町、西団町、南団町が南矢地市に、同四月一日には、津波郡五色町を除く津波郡五町、淡路町、北南町、東浦町、一宮町、津南町が淡路市となった。残る五色町は二千六年、平成十八年二月十一日に、相本市と合併し、新たに、 相模都市となった。これらの合併により現在の淡路島は、北から淡路市、相模都市、南淡路市の三市体制となっている。淡路島全体で一つの市となる構想や動きもあったが、実現しなかった。衆議院の小選挙区は、兵庫県第9区、上記三市並びに、明石市であるほか、兵庫県議会の選挙区は、各市ごとの選挙区、それぞれ定数1である。 人口は昭和30年代には20万人を超えていたが、現在では約13万人である。淡路島の南北に神戸淡路鳴門自動車道が縦断する。島北東部の大阪湾に面する海岸線に沿って国道28号が走り、砂港がある。このうち南東部の洲本市周辺の洲本平野から南西部の南淡路市急南南町へ通じる部分を 四国街道と呼ぶ。島北西部の針真田に面する海岸線に沿って南淡路市で三原平野西部を縦断する兵庫県道31号、福良 A 岩屋線が走っている。かつて島内には1922年、大正11年から1966年、昭和41年にかて洲本と福良を結ぶ淡路交通鉄道線が存在したが、以降は、 路線バスに置き換えられており、鉄道路線はなくなった。市街局番は、東内全域0799であるが、淡路市、津名 MA と洲本市、南淡路市、洲本 MA との相互通話には、市街局番が必要である。MA、単位料金区域の統合は現在実施されていない。2009年現在、 全島で MA 統合が実施されたのは2005年6月の佐渡島のみである。自動車のナンバープレートは神戸ナンバー、神戸分油管理部兵庫陸運分尾崎庁舎である。一般的な都市圏の定義については都市圏を参照のこと。都市雇用圏10%通勤圏の変遷島内には伝統芸能や農業から生まれた民間信仰。 独特の収束などが多く残っている。ここではそのうちの一部をリストアップする。総生産額は4426億円。就業割合は一次産業が6.0%、二次産業が27.4%、三次産業が66.6%で、一次産業の割合が県平均0.6%を大きく上回っている2003年。 淡路島の中心地である、洲本市は、かつて、金ヶ淵宝石洲本工場、金棒の企業城下町であった。金ヶ淵宝石、金棒は1900年、明治33年に、淡路宝石を買収し、関西の拠点として、洲本工場を開設した。1950年、昭和25年には、従業員数4200人を超えるまでに、成長したが、 その後の経済構造の変化により、スモト工場は縮小の道をたどり1985年、昭和60年に、綿事業に終止符を打ち、新たに発足した金棒電子へ移管され、そして1986年、昭和61年に、宝石創業を停止するに至った。金棒の歴史の中で、スモト工場は綿棒食事業を手掛けてきた工場として、最長、 87年の歴史を持つ。現在跡地は、相本市新都心ゾーンとして、イオン相モショッピングセンター、エディオン、緑電化スモト店、兵庫県立淡路寮療センター、兵庫県立淡路病院を移転、相本市文化体育館、相モ健康福祉館、港銀行相モ支店等が立地し、相モ市民広場として整備されたエリアに点在する、相本市立図書館や相モアルチザンスクエア、 淡路五地層館、三毛国等は、金が淵防石素元工場の近代建築を再生した施設として注目されている。農家個数は8,775個。生産額は369億円。昭和40年代から三毛作が行われており、水筒、レタス、マイナスレタスの作付けの割合が42.6%で、最も多く。 ついで水筒レタス玉ねぎが25.7%となっている2005年。作付け面積、農畜産品の県内出荷額比率の大きいもの2004年度。5トン未満の小型船と養殖漁業が中心で、生産額は153億円、漁獲量は18,378トン2004年。年間の観光客数は1、062000。 日2004年、豊かな自然や、食の宝庫であるなど、観光資源は豊富である。古くから、淡路国は食の宝庫として知られ、三毛国として、皇室、朝廷にご食料を貢いだとされる。淡路市立、綱東小学校、石屋小学校、浦小学校、大町小学校、学習小学校、鎌口小学校、市宮小学校、沿殿小学校、 静木小学校、多賀小学校、中田小学校、北段小学校。す本市立、す本第一小学校、す本第二小学校、す本第三小学校、大野小学校、加茂小学校、中川原小学校、安価小学校、湯浦小学校、津市小学校、鮎原小学校、鳥海小学校、広石小学校。 堺小学校南アージ市立、小学校、江のき列小学校、神代小学校、三原市小学校、阿ん小学校、河州小学校、北阿万小学校、港小学校、松穂小学校、福良小学校、辰美小学校、八木小学校、四人小学校、西岸市小学校、根島小学校、広田小学校。2010年。 平成22年11月現在、自動車を除く、軽車両、原付、き小型自動二輪、ミニカーが自走で、淡路島へ出入りする手段は存在しない。徒歩で橋を渡って出入りすることはできないため、歩行者はバス、またはタクシーを利用する必要がある。四国新幹線が淡路島を経由して走らせる計画があるが、費用に比べて、経済効果が低いため、実現のめどは、 立っていない。また、大なる飛橋は、鉄道道路併用橋として建設されているが、明石海峡大橋は、道路専用橋として建設されたため、今後しばらくは、淡路島に鉄道が通ることはない。また、岩谷木洲本や、木へを結ぶ淡路快速交通などの計画が、存在したが実現したのは、道鉄道のみである。路線は、 淡路島東西に横断する形で敷設された。日本の北海道、本州、九州、四国の主要な四島を除いた島における鉄道路線は、中州など四島から直通するものを除いて、第二次世界大戦は、この淡路島のみであった、洲本駅の駅舎がバスターミナルとして利用されるなど、こんなお当時の面影が残る。うん、本州と四国を結ぶ神戸淡路鳴門自動車道が、 淡路島を縦断しており、北は、明石海峡大橋で、本州に、南は大鳴門橋で、四国に連絡している。本州、特に、京阪神都市国を結ぶ高速バスも多数、設定されている。淡路島北端部にある、淡路 SA 及び隣接する、淡路ハイウェイオアシスは観覧車や展望台が併設された、大規模な休憩施設であり、 淡路島の新たな観光スポットとなっている。明石海峡大橋と大鳴門橋はいずれも自動車、専用道路であるため、徒歩、軽車用、原付、小型自動二輪、ミニカーいずれも通行できない。タクシーを利用する場合は、降車時タクシーメーターに表示された料金のほかに、神戸淡路鳴門自動車道の通行料を往復分、支払う必要がある。本州。 四国淡路島間には、以下の会社によって高速バスが運行されている。各社とも、赤市海峡大橋経由、本州淡路島まで、利用可能。ライナルトバス経由は、淡路交通、淡路島徳島県間と、フットバス、淡路島香川県間のみ、利用可能。2010年11月15日を最後に、赤市淡路フェリー、タコフェリーが休止したことにより、 淡路島と外部を結ぶ航路は、約7年間にわたり赤志港岩や港間の高速船、淡路ジェノバラインのみとなった。淡路ジェノバラインに乗せることができる車両は自転車のみで、あるため、自転車を除く、軽車両、原付、小型自動二輪車、ミニカーが自走で、淡路島へ出入りする手段はなくなっていたが、橋が通行不能になった場合や、 原付や 125cc 以下の小型自動二輪車の通行手段を確保するため、兵庫県、明石市、洲本市、南淡路市、淡路市で作る、明石海峡海上交通に関する協議会で、国から補助を受け、淡路市が、新造船、マリン、淡路を導入することが決まり、淡路ジェノバラインに運行を委託する形で2015年8月2日から、就航。 同年9月23日から原付き小型児童二輪車の構想を開始した。2017年7月9日から2018年7月13日まで関西国際空港スモト交換に淡路関空ラインが就航していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。